いや、これ重要だよな、今考えるとな。なんかギャグだけど、俺はこんな奴を仲間にしてんだ、つって。これがなんか意味深な、なんか形なんだよな。こう考えていくと、シャンクスってまあ謎の行動を今までいろいろしてるんですけど、すべてを分かった上で行動している可能性。まあ、ほとんど黒ひげもそうなんですけどね。最大の目的があって、そのためにこう進んでいる感じがするんですけど、シャンクスも全部を知っていて、そのための行動を常々していた。だからゴムゴムの実を奪ったことでしょ。ロジャーの麦わら帽子をルフィに授けたことでしょ。で、頂上戦争でルフィを助けて、まあ世界の運命を大きく変えた。まあコビーの助けもありましたが、後で言いますけど、このタイミングでワンピースを手に入れようと動くことっていうのが、全てを知ってるからこその全部行動だったっていう。つまりシャンクスでまだ残ってんのが、白ひげに会いに行ってエースの動きを止めさせようとしたじゃないですか。あれもだから全てを分かった上で、黒ひげのこう暴走みたいなのがイレギュラーだからこそエースを止めろっていうのを白ひげに言おうとした。で、あとはカイドウとの小競り合いってあったじゃないですか、頂上戦争の時の。で、あれもよく考えたら、カイドウが来たらそれが全てを知って今順調に来てるのにイレギュラーになっちゃうから止めたっていう、そのイレギュラー防止をずっとこうし続けてんのかなっていうね。シャンクスが頂上戦争の時の小競り合いでシャンクスがカイドウ止めなかった場合どうなったかを想像すると、なんかシャンクスの目的ちょっとはヒントに見えてくるのかなとかね。黒ひげがグラグラの実奪えてないのかな。黒ひげに協力してるようにも見えてくるよな。少しルフィ死んでた可能性あるか、カイドウ来たら。覚醒せずに死んでたから止めた。カイドウが頂上戦争に来る目的は、これを機に白ひげをやっちまおうみたいなことでしょう。多分政府側につくんだよね、カイドウは。いや、このあたりだな、考えると熱いのは。で、これ黒ひげを野放しにする必要があるのかな、世界を良くするためには。そうなってくるとクザンが黒ひげに加担してるのもなんかちょっとシャンクスとのつながり感じるけどな。エースを止めた描写で、カイドウを止めた描写、このことによって黒ひげは自由に、まあエースは止められなかったわけですけど、結局黒ひげに協力しているような感じするな。で、カイドウが来なかったからこそ世界政府対白ひげ海賊団の戦いはああいう感じになって、まあいい感じのバランスで戦国の作戦とか杯の作戦とかその辺で、まあちょっと形勢が世界政府側になり、その隙でまあ、黒ひげが来て漁夫の利を得ていったっていう。どうだティーチ、来い、俺たちが相手をしてやる、どうだティーチがあったよね。うわ、そこしびれるな。そう考えていくと、こいつは戦わないことを見越してあえて煽っていった可能性もあるけどな。あれ、シャンクスも本当は戦おうとはしてないという、黒ひげと。黒ひげこのまま野放しにした方がいいからっていう目的があるんだったら、その何を考えてんだこいつっていう睨み合いが数秒あって、ぜはははやめておこうだったらマジで熱いけどな。そここの睨み合いもさらに意味深に見えてくる。悪役ではないと思うんですよね、シャンクスは。俺の肌感覚は、シャンクスは絶対にロジャーの意思を受け継いで何らかの理由で行動している善人だって俺はまあ言い続けてきて、今もそう思ってんすけど、これを機にシャンクス悪役説マジでもう一回真剣に考えてみようかみたいな、根拠揃えてみようかみたいな。そうするとこう説明できることもいっぱいあるじゃないですか。このワンピースをルフィより先に見つけようと動き出した点とかで、決定的な矛盾点が出てきてほしいね。徹底的な矛盾を炙り出したいっていう目的のもと、シャンクス悪役説をもう一回考えてみたいみたいなね。ああ、まあ何をもって悪役と呼ぶかは確かにあるんですけどね。政府側というか、こう世界を壊したいのか、そっち側というかね。さあ、梅干し工場さん、500円ありがとうございます。34巻323話でルフィが描いた船大工の絵に対して、サンジがタコの血を引いてそうだから海でも追ってきそうだと発言しているシーンがあります。もしこれがティーチに関係する伏線だったら面白いかなと思っています。例えばタコの半魚人は悪魔の実を食べてても海に溺れないとか。ああ、そうか、この34巻323話、これこの発言をそういう風に捉えることもできるか。323話、水の都ウォーターセブンと、めちゃめちゃ大事なとこっすよ。ルフィが描いた船大工の絵、そう、これなんか宇宙人みたいなやつね、これね。船大工5メートルみたいな、こういうやつをみんなで探すんだ。もしいたら俺は逃げる。ああ、俺もだ。船があれば海へ逃げる。だからタコの血を引いてそうだから海でも追ってきそうだ。何の話してんだお前ら。いや、これ重要だよな、今考えるとな。なんかギャグだけど、俺はこんな奴を仲間にしてんだ、つって。ルフィが似顔絵を描くんですけど、へったくそな。で、これがなんか意味深な、なんか形なんだよな。ウルトラマン的な、わかんないけど、こんな感じに鼻が通ってて、で、目真っ黒で、で、なんか変な三角帽みたいなの被ってて、で、なんかしましまの服着てるやつみたいな。これ見てタコの血を引いてそうだからって、サンジが言うのも不自然だよね、ちょっとね。タコ要素そんなないのよ、別に。ああ、俺
もだ、船があれば海へ逃げる。だがタコの血を引いてそうだから海でも追ってきそうだ。うん、だからまあこれが黒ひげとめちゃめちゃに出たりしたら、なんか根拠の一つ、黒ひげタコの半魚人説の根拠の一つとして加えられそうな感じもするんですけど、この絵そのものが黒ひげにそんなに似てないんでね。ただタコの血を引いた何かみたいなのはなんか示唆されてる感じはするね、確かにね。ノリが良かった頃のサンジというこのね意味は何なのでしょうかと。でまあ私タコと巨人のウォータンなんじゃないかっていう結論も出してますけども、黒ひげに関してはどうなるのかと。マムトカイドウは火山の噴火で宇宙まで飛ばされるというジョジョ2部のオマージュでしょうか。カイドウの倒し方がわからないという小田先生の発言も回収でき、またいっそ月まで飛ばされてエネルと会合をするというとんでも展開に持っていけます。そして月のための歴史を知ったかつての宿敵たちがみんな揃って反政府同盟自由主義陣営としてルフィと共闘する流れもできるかも。ノックアップストリームのさらにでかい規模の月まで行っちゃうみたいなやつか。火山の噴火で宇宙まで飛ばされる、どうなんだ。まあちょっと規模的にあまりにもな感じはするけど、どうだろうな。たまたまノックアップストリームよりすんげー火山が出て、たまたまそれが月に当たってエネルと会うみたいな、たまたま感めっちゃすごいけどな。なんか雰囲気は必然性がなんかない感じがするというかね。それで空島に上がってで、空島に行くとかならまだね、回収のされ方としてはハイウエストが噴火して、ハイウエストの頂から空島に行ったみたいなのはできんだけど、そっから月まで繋がるとかあるかな。で、カイドウの倒し方がわからないっていうコメントが回収される。まあこれはそうだね、確かに。捕まることもない、死ぬこともない、で、倒し方がわからない。まあでも、倒し方がわからないっていう小田先生のコメントがもう回収されたんだけどね。もう2課になって、バジラングガンで倒したっていうことなんで、で勝者麦わらのルフィなんで、こっから政府に捕まろうが火山で月まで飛ばされようが何しようが、この小田先生が倒し方がわからないって言ったのはもう回収してると思いますけどね。それとは別にエネルとカイドウマムとかが政府反同盟自由主義陣営としてルフィに共闘する流れは私も考えたいと。まあ、ただエネルに関してはどうなんだっていうね。このミルクティー飲みたいさんとかともあの時コラボしましたけど、ミルクティー飲みたいさんは宗教がこうなんか難しい話してたな。とにかく黒ひげルフィの一騎打ちじゃなくて、そこにエネルも入って三すくみになるっていうね、最終決戦付近なんかそういう話をしてましたが、なんかそれも結構綺麗だよね。まあ仮に黒ひげが神になるとしたら三つの神のね三すくみみたいな、それは結構気持ちいいところではあるね。ビッグマムとカイドウに関しては自由主義でルフィと共闘するのは見えるんですけど、ビッグマムは全世界の人間が差別なく食卓を囲むことで、カイドウが自由と平等をまあ目指してたみたいな、調子に乗って権力者を引きずり下ろすみたいなところで言うと、まあルフィと一致してはくるのかなみたいなのなんだけど、エネルだけは一致しそうにないんでね、まだね。なんか自由とか平等とかそういうところにいない感じがするんでね、そこがまあ難しいところっていうね。サンジは覇王色取得しますか。百巻表紙はサンジ以外覇王色持ちです。ロジャー海賊団超えてほしい。サンジ覇王色習得すんのかな。まあ覇王色バーゲンセール系もあるもんね。でもね、というかロジャー海賊団は超えるんですよね、絶対にね。もう今の時点でだって超えてる可能性あるよね、強さとかで言ったらね。と人の身モデル2価を800年間覚醒しなかった、その身を覚醒させた我らがルフィが船長の海賊団でございますんでね。サンジの覇王色が覚醒するかどうかか。だからそれで言ったら、その、ホヤッキーさんが、あの、コラボ祭りの時に言ってくれたのが、ウォーターセブン編で、ウソップが2億ベリーをフランキー一家に盗まれて、それを一人で取り返そうとしてボコされて、それを見つけたルフィ、ゾロ、サンジ、チョッパーが、あの家ぶち壊してくるからなっつって、フランキーのとこに乗り込む。フランキーは不在なんですが、描写がございまして。で、そこで、その時、覇気とかっていう概念が詳しく描かれていたわけではないのに、ルフィが覇王色を発動する時の目みたいな、ぶち切れた時の覇王色の覇気で相手を威圧する時の目みたいなのがドンって描かれて、ゴムゴムのなんとかっつってフランキー一家を一掃する。で一人ずつなんですよ。で次にゾロがゴンって描かれて、でそのゾロもルフィと全く同じ目の描写なんですよね。だからあれって切れた時の覇王色の覇気を想定してるんじゃないかみたいな。おにぎりなのか竜巻なのかわかんないですけど、ゾロもフランキー一家を何人か倒します。で次サンジじゃないですか。でこの方がサンジが覇王色を取得しますかっていうところで言うと、サンジは一緒じゃないですよね、その怒り
方、はい、勝った時の目の描き方が、なんか物静かになって、てん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 みたいな。で、これって、覇王色、覇王色。で、まあ、この見聞色の、なんか、てん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 で、その先を読むみたいな攻撃なんですよね、それが。で、それが見聞色なんじゃないか、みたいな。それがそこまでのことを、後々、覇王色っていう概念があって、でそれをルフィもゾロも習得してサンジは習得しないっていうのを想定して書いたわけではないかもしれませんが、でも種をまいといてそれを回収するっていう考え方でいくと、サンジは覇王色は持つことはないんじゃないかっていう見方ができますけどね。その発想から進めていくとね。ただまあわかんないですけどね、両翼っていうのが強調されたんで、サンジも覇王色を持って叱るべきだとは思うんですけど、だそのウォーターセブン編の伏線とかで言うと、サンジは覇王色を持たない方が気持ちいいところではある。でも両翼としてルフィプラス両翼双璧みたいな考え方で言うと、逆にサンジが覇王色持ってないと気持ち悪いみたいな、どっちを取るかみたいなね、その辺でしょうが、これももう好みだよね。なんか別に覇王色持ってなくてもめっちゃ鋭くて、それこそそのクマに連れ去られそうになった時、いずれ世界一の剣豪になる男の首だと思えば今取っといて損はねえだろっていうゾロに対して、サンジはいずれ一番この一味で厄介な男っていうのはこの黒足のサンジだみたいな、あそこでのこう話もあるんで、それが一番厄介なっていうのがその見聞色の応用、未来を見えるとかそういう意味での厄介っていうこう考え方もできるんですけどね。それで言ったら別に覇王色持ってなくても一番厄介な男、一番の切れ者みたいな、敵として一番うぜえやつみたいなね、あいついなけりゃ勝てたのにとかね、なんかそれをサンジが担う、でも別に両翼としてかっこいい感じがするんでね、皆さんの好みはどっちでしょうかっていう話。